黒い子、はい、どうもご視聴ありがとうございます。黒い子ということでね、この黒い子を育てていくゲームだそうですね。ちょっとじゃあやっていきましょうか。まあ育てるのは得意だから、このゲームについて説明させていただきます。このゲームは初めてゲームを制作したものです。流血やグロが含まれます。多分ビフォーラーも含まれてるかもしれません。まあ流血やグロがあるならな。結果的にエンディングは合計8個ね。はい、了解でございます。じゃあやっていきましょう。俺はとある研究所の社員だったもの。仕事がうまくいかず、上司などからよく説教されていた。それに耐えることができなくなり仕事は辞めた。だが何かを作るということは昔から好きだったから、仕事を辞めてからは生物を管理するための部屋を作ってよく一人で研究をしていた。でも普通の生物を管理しつつ研究することに飽きていた俺は、普段人が寄りつかなさそうな場所に行き、珍しい生物がいないか探していた。結構マッドサイエンティスト気質ね。その時俺は見たことのない生物を発見できた。そして俺はこれを生物と言わないよ。その生物を拾った。人間と言うんだよ。拾ってまず分かったことは、体が小さく言葉が話せないこと。あとはおとなしいぐらいか。俺に敵視している感じもしないし、管理はしやすいタイプかな。さてまず何をするか。じゃあ何しようか。ちょっと一回セーブしとこう。一応水をあげる、パンをあげる。いや植物みたいに。じゃあパンあげよう。パンはどうだろうか。この生物の口に合えばいいんだが、まあ、アレルギーとかあるかもしらんから、ちょっと迂闊かもしんないな。うん、食べてる。中身挟んでるし表情も変わる感じがしないから、ゆっくりではあるが、ちゃんと食べている。このまま何事もなければ研究をしていけそうだ。やっぱちょっと目からずっと涙流してんの気になるな。しかしなんでこの生物は人が寄りつかなさそうな場所なんかにいたんだ。そりゃ目立つとこにいたらな。それに体全体が真っ黒だし、ここの生物にしては本当に珍しい。ここの生物にしては、それも分かってくるんだろうか。なんか俺は人間じゃないのか、もしかして。違うかな、そういう叙述トリックみたいな。数日後俺は人間かもしんない。ちょっとだけ大きくなったか。霊宇治打つ方みたいなのついてる。あと胸元に目らしきものが出てきた。やっぱりこの子はただの生物ではないようだ。これはたくさんのものを与えていけばどんどん変化していくってことなんだろうか。やはり拾ってよかったかもしれんな。なんだその結論は。拾ってよかったかもしれんにはまだならんだろう。うん、なんだ、欲しいのか。そうだな、食べ物以外何か与えてみるか。食べ物以外か、何しよう。娯楽とかがいいかな。 SNS を与えよう。何にしよう。見本をあげるか、お絵かきセットをあげるか、インプットさせるかアウトプットさせるかってこと。そうね、まあまずはアウトプットからじゃないかな。その方がいろいろね、どういうこと考えてるのかっていうのも分かってくるかもしれないし。じゃあお絵かきセットあげよう。確か俺が小さい頃に親が買ってくれたお絵かきセットがあったな。ここらでセーブしときましょうか。8ってことは3回選択肢があって、それぞれで分岐するパターンのやつ。それを開けてみるか。おお、めっちゃ描いてる。お、早速何かを描き始めた。子供が絵を描く時のポーズだ。青いクレヨンで何を描いてるんだろうか。いやー、なんだか楽しそうだな。数分後、何描いたのこれ。描いた絵を見せてくれた。うんと、これは魚。ああ、魚、何これ。あの卵の部分じゃんこれ。シシャモの一番美味しいところ。鮭、これが鮭だったらイクラがある場所。なんか魚の腹の部分に赤い何かが書かれてるが、これが欲しいってことなのか。多分、じゃあ魚卵じゃん。でもこの矢印がどっちの意味を指してるかにもよる。ん、どっちの意味、どっちだ。魚をあげる、肉をあげる。魚卵だろう。おい、魚卵だろい。そうじゃなくて魚卵でしょ。じゃあ肉、まあ肉かな。多分肉が欲しいんだろうな。この矢印が指してる方向、腹の赤い方だし、多分そうだ。肉はあったかな。あ、確かこの前スーパーで買った肉があったはず。あ、そうなる。魚の肉ってイメージだったのに。それ渡すか。バッドコミュニケーション。生でも食べてくれた。焼けよ。本当は焼いてあげたかったんだが、なぜか知らんが、コンロが故障して焼けなかった。そりゃしゃあない。おかしいな、普段壊れることはないし、なんならまだ新しい。そうね、コンロが壊れるなんて、こんな偶然壊れることなんてあるんだろうか。まあ今考えたってしょうがない。そうね、関係ないはずだもんね。とりあえず結果的にこの子は普通に食ってるし、いいのかな。どうだった、もっと欲しい。あれちょうだい。なんかでも耳魚っぽいね、魚人っぽいね。あれ今喋ったか。言葉の本は一切あげてないんだが、それにもっと欲しい。でも今ので肉は最後なんだよな。うん、困ったな。この部屋にもうちょっとお肉があればな。どうしたものか。スーパーまで徒歩で行くと約40分はかかる。車は、車は乗り物用意するから持ってないし、乗り物用意するやつがそんな偏僻な場所に住むんじゃないよ。ここは正直に言うしかないな。悪い、肉はもうないんだ。また今度買ってきてやるから、今日も我慢してくれな。コンロはつかないし、偏僻な場所だし、車は乗れないし。運転する側って乗り物用意そんなしなくないか。うん、どうしたんだ。あー、やっぱり。え
ですよね。マジかよ、指を食いやがった。すごい平和な BGM。 まずい、止血しないと。しかしなんでいきなり俺の指を食ったんだ。なんでだろうな。まさかとは思うが、いやそれはありえないな、冗談でも。数日後。おー、かわいい。やばい、俺の指を全て食ったばっかりにこんな姿に。そっちじゃなくて俺の指全部食われてることの方が問題だよ。しかもあいつは俺を美味しそうな目で見ている。指だけで勘弁してくれたんだ。言葉もなぜか急に発達するようになったし、よくわからない。お兄ちゃん指もない、だから他のとこ食べたい。お兄ちゃん美味しい、とても美味しい。ねえお兄ちゃん全部食べたい。女の子だった。外行ったらたくさん人いるから、そっちで食べよう。みんなで食べたい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 。この中に血が一つあるぞ。どこでしょう。ここでした。狂ってる。これは確実に俺を殺す気だ。今すぐ逃げたい逃げたいのに、腰が抜けて思うように動かない。指がないからだよ、多分足の指もないからちゃんと立てないんだよ。こんな状態でもあいつは少しずつ近づいてくる。このままだと本当に死ぬ。なのに全然足が動いてくれない。指がないからな、死ぬって分かってるのに。もう目の前に刃物らしきものを構え始めた。なんで動けないんだよ。指がないからな、死ぬって、本当に死んじゃうって。やめろー。助かるはずがない。俺はそのまま無残に殺された。くちゃくちゃと音を立てて俺の肉を食う。拾うんじゃなかった。でももう後悔しても遅い。お兄ちゃんおいしい、ちゃんと食べるね。あ、まあまあまあ偉い、それは偉い、すごく偉い。お兄ちゃんおいしい。ちゃんと育ってしまったな。じゃあお魚あげようか。お肉なんてね、野蛮なものあげるんじゃなかった。多分魚が欲しいんだろうな。お腹の赤い部分に関してはちょっとよくわからなかったし、多分魚でいいはず。まあ魚卵って意味でも魚だな、それは。さすがに生魚を開けるわけにはいかないから、時間がかかるけど焼いてくるか。コンロは壊れてないの、こっちは。数分後。こっちは壊れないのか。焼いたばかりなのによく素手で持てるな。でもちゃんと食べてくれるし、まあいいのかな。ハフハフ。サンマは昔から好きだったからよく買って食べることは多かったけど、まさかこんな感じで食べさせる日が来るとは思わなかったな。なんか俺もサンマ食いたくなってきたし、後でもう一匹焼いて食べようかな。数日後。お、目が増えた。 DHA は目にいいって言うからな、増えることもやむなし。魚を食べるようになってから自然といろんな本を見るようになった。他の食べ物にも興味を持ち始めたって感じなのかな。俺はそんなことを思いながら仕事をしていた。その時、服を引っ張られるような感覚がした。うん、どうした？あ、今度は何？イチゴが食べたいのかな？何か食べ物らしき何かを描いたみたいな絵だ。もしかしてこれが食べたいって合図なのか？だとしたらこれはなんだ？イチゴじゃないの？イチゴに見えなくもないが、他の周りの緑が何かよくわからないな。あ、あんま気にしてなかったな。ピーマンとかじゃ。うん、これは何だろう？あ、じゃあ野菜をあげるか果物あげるかセーブしたい。じゃあまあ普通に果物あげようよ。あ、トマトっていう可能性もあるのかな。野菜は今ないし、果物ならあるからそれをあげてみるか。リンゴを丸々あげてみた。片手で丸かじりしてむしゃむしゃ食べてる。なかなかリンゴを丸かじりする人は見たことないけど、まあ切って渡さなかったからこうなったんだろう。違うな、これエンディング8種類っていうのは、間違えたらバッドエンドに即行くタイプの8種類かもしれない。これ 2×2×2 の8じゃなくて8回選択肢があるタイプの8種類かも。でも食べてくれるからいいのかな。さて俺は仕事に戻るか。数日後。おお、外見は最初の頃よりだいぶ変わった。おとなしいし、言うことを聞いてくれるいい子になってくれたが、一つ問題がある。俺の気のせいなのか、前より食欲旺盛になった気がする。いや、まあ別に悪いことではないんだが、ちょっとって思い始めてきて、なんとなくこの子について調べてみた。この子はどうやら人肉を主食とする魔物族で、肉を与えることで急成長し、視界に入った人間をむさぼり尽くすらしい。調べりゃ出てくるんかい。それを防ぐには肉以外を与えれば大丈夫らしいが、果物は消化が早いためあまり与え続けるのは良くないらしい。あ、野菜の方が良かったのかな。そのため与えるんであれば野菜の方がいいとのこと。食欲旺盛になったのは果物を与えたことが原因になってたみたいだな。これからはしっかりと野菜もたくさん与えて、少しでも食費が浮けば助かるんだが、どうなるかな。あ、ちょっとしたやらかし。いや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 、終わってない終わってない終わってへんよ、こっちのルートは。全然終わってないよ。じゃあ野菜をあげよう。野菜なのかな。確か野菜サラダを作ったやつが残ってるから、それをあげてみるか。お、食べてる。すごい食べ方してるな。まあ何も言わないし、これでよかったのかな。器で見えないけど、レタスとトマトと卵に少しだけマヨネーズをかけてる。卵が余計だったんじゃないか。念のため大きさのそのままのトマトも与えたら、こんな食い方をしたな。とりあえず仕事に戻るか。可愛いけどね。数日後。
あ、可愛い。外見は最初の頃に比べてだいぶ変わった。おとなしいし、言うことも聞いてくれるいい子に育ってくれた。実はこの子について調べてみた。この子はどうやら人肉を主食とする魔物族で、肉を与えることで急成長し、視界に入った人間を貪り尽くすらしい。俺はたまたまこの子に肉を与えることがなかったため、いい子になってくれたが、もし誤って肉を与えてしまったら、こんな子には育たないで恐ろしい感じになってしまったんだろう。そうね。その時には俺の命もなかったかもな。そうね。あ、これからは肉を見えないところで消費して、もし買ったとしても見えないところで管理しとくしかないな。肉のうまさを知らせたらダメってことだな。あ、この子の正体、あ、これでエンディングなんだ。こっちはじゃあもっと手前で分岐するってこと。じゃあパンじゃなくて水あげようか。水はどうだろうか。水ルートでね。ここの水は天然物だから変な味はしないはず。うん、普通に飲んでくれてるな。このまま何事もなければ研究をしていけそうだ。しかしなんでこの生物は人が寄りつかなさそうな場所なんかにいたんだ。それに体全体が真っ黒だし、ここの生物にしては本当に珍しい。それも分かってくるんだろうか。数日後、あららら、かわいそう。この子が苦しみだした。水だけを与えていたばかりに限界が近づいてきたみたいだ。サイコパスかよお前。どうする。こうなった場合に与えるべきものは。水をあげる。水をあげよう。天丼ですねこれが。いや、俺はあくまで研究者。申し訳ないが、この子に慈悲を与えるわけにもいかない。別にそんな研究してないだろうお前。水で我慢してもらおう。こいつに水を与え続けたらどうなるっていう。それは研究じゃなくてただの好奇心だ。ほら水だぞ。今日ばかりはこれで我慢してもらって、明日にはちゃんとしたものを与えることにしよう。うん、あれ、なんか震えてる。風邪でもひいた。風邪でもひいたじゃねえよ。バカか。俺の心がおかしいのか。うわーうわーじゃないよ。小さい体とは思えない勢いで襲われ、俺はそのまま右手を食われた。その後も少しずつ体を食われ動けなくなった。最後に聞いたものは、俺を食う時のくちゃくちゃ音だった。水だけでは生きていけない。風邪でも引いたじゃないよ。じゃあパンあげるか。水パン。ここはちゃんとした飯を与えよう。パンとかはどうだろうか。よかった、嬉しそうに食べてる。勢いよく食べてる。やっぱりかなり腹が減ってたんだな。あのまま水だけしか与えてなかったら死なせてたかもしれないな。今度から気をつけよう。気をつけよう。数日後、あ、結局ここになんのかな。目もらしきものが出てきたと。この目は結局なんなん。じゃあ次本をあげてみるか。本をあげるルート。そういやこの子はここに来てからというもの、言葉を発している姿を見たことがない。じゃあちょっとやっぱ教育していい子にしてあげないとね。俺が小さい頃に親が買ってくれた言葉の本があるから、それを与えてみるか。俺何者で言葉の本って、言葉の本って書いてある。早速読み始めたな。発音の仕方も詳しく書かれてるから、子供でも全然学べるのっていいよな。すごいね、本に書かれてんだ。あんまり文字で言われてもわかんないな。てかこの子ってまだ子供って認識でいいんだよな。これで大人でしたってオチは何度も経験してるから謎に疑ってしまう。何度も経験してる。まあ別に気にしなくてもいいことなんだけど。数分後、お兄ちゃん。お、めっちゃ学習が早い。今お兄ちゃんって言ったか。本を与えてまだ数分しか経ってないぞ。もう言葉を覚えたのか。お前すごいな。早く言葉を覚えるなんてすごいことだぞ。にちゃりと。そういや、まだ今日は何も食べてないよなこの子。何かすぐに渡せるものは。じゃあちょっとセーブしといて。あ、肉あげたらやばいんだよな多分。じゃあちょっとやばい方からやろうか。ビーフジャーキーか。これ俺が気合を入れるために近くの10円ショップで買ってきたものなんだよな。10円ショップ。うん、食うかな。お前まだ何も食べてないだろ。ビーフジャーキーしかなかったんだが、これ食うか。ビーフジャーキー10円は安いな。本当にビーフかそれ。何も言わずに受け取って食ってくれたが、くちゃくちゃと音を立てながら少しずつ食べてる。うまって。もっとあれ食べたい。もっと食べたい。あげたい気持ちはやまやまなんだが、あと1個はできれば俺が食いたいんだがな。ねえあれちょうだい、また食べたい。要求が強くなってきた。仕方ない、俺の分もあげるとするか。舌が肥えてってるよ。まさか欲しがるとは思ってなかったな。前までは1回食べたらそれで満足してくれたんだが、これにも何か意味があるのか。ただただうめえからだと思うわそれは。味が濃いからだよ。数日後、半分だけ。外見とともに言葉の発達が尋常じゃなかった。普通に会話ができてしまうぐらいに。昨日の美味しかった、もっとあれが食べたいけど持ってない。悪い、今日は持ってないな。そっか、まあでも他の肉を食べればいいだけだよね。他の肉。ねえ君は僕の正体を知ってる。いや、あまり調べてないから何とも。本当に研究者かお前は。まあそうだよね、ここに来てからまだ1週間半しか経ってないし、そんなに警戒することもなかったんじゃない。そうだな。だが1週間半だけでここまで変わるとさすがにびっくりはしてるがな。そりゃそうだよ、僕は魔物、人間じゃ到底ありえない成長を果たすからね。まあそうだよな、もう
え、魔物絵じゃなくて魔物じゃない要素を探す方が難しいだろ。もうお前魔物なのか。そうだよ。そうなんだ。変な反応だね。まあこの機会に僕の正体についても話してもいいか。おお、すごい。僕は人肉を主食とする魔物族。肉を食べることで急成長を果たし、視界に入った人間をむさぼり尽くす。人肉？そう、人肉。最初はその本能がまだ働かないから普通の肉を食べ成長させる。大人になるにつれて本能が発揮し、人肉を求めるようになる。じゃあお前は今？そう、今は大人。早い人は1週間経たないうちに大人になる。早いね。僕は少し遅い方だったみたいだけど。ってことは俺は食われる？あ、そのことなんだけど、君は食べないよ。慈悲がある。なぜだ？君はあの場所で僕を拾い、ここまで成長させてくれたでしょ。あのままにされてたら僕は必ず死んでたからね。その恩人という感じで君は対象外にしたってことは助かる。よかった。でもその代わりにやってもらいたいことあるよ。何？なんだ？さっきも言ったけど、僕は人肉を主食とする魔物族。大人になった僕は人肉を食べたくてしょうがないんだ。だから人肉を持ってきてくれない？無理。人肉を持ってこいだと？そう、本当なら僕が直々に人間どもを襲って食べれるんだけど、まだその体力まで満たしていなくてね。満たされるまでの間、君が人間を殺して人肉を持ってきてほしいんだ。それできるようになったらお前俺を殺す気だろ。俺に人殺しをしろっていうのかよ。そうだよな。大丈夫だよ。君が人間どもに捕まらないように僕がここで力を貸してあげるから安心して。その分僕が動けるようになるまでの期間が多くなっちゃうけど、それでもいいよね。やだよ、ここで従わなければ俺はおそらく殺される。セーブしとこう。でも人殺しなんかすれば俺はもう外を平然と歩けなくなる。どうすればいいんだ？俺はどっちを選ぶ？従わない。やだ。あ、そう、やっぱり人間は利用できないか。じゃあお前用済みってことで従うって言って逃げればよかった。さようなら。それはあっという間のことだった。一瞬姿が消えたかと思ったら、気づいた時には心臓が胸から飛び出していた。穴の開いたところから大量の血が溢れ出し、俺はその場に倒れ、最後はむさぼられる音がした。役立たずの人間になってしまいました。じゃあ従う。生きてこそですわ。分かった、お前の言う通りに人肉を持ってくる。ありがとう、とても助かるよ。それじゃあ今すぐでも行ってきてもらってもいいかな。ちゃんと力を貸すから安心して行ってきてね。逃げよ逃げよ。思わず従ってしまった。でももう後戻りはできない。覚悟を決めるしかないんだ。そう思いながら俺はナイフを片手に外へと出た。もうちょっとなんか持ってこう。偶然にも今日は人が多く、まあまあ密集してるときついな。俺はその密集している人たちの後ろからナイフを思いっきり振った。持ち帰ることまで考えてない。そう、振っただけだった。すると密集していた人たちが一気に倒れた。どういう？その人たちには大きな傷跡ができ、その中から大量の血が噴き出した。これがあいつの力。あ、なんか俺すごい力が手に入ってんの？俺は人殺しをした。だが不思議と罪悪感というものはなかった。逆に人殺しがこんなにも楽しいものなんて思いもしなかった。そして俺は人殺しを続け、通報で駆けつけた警察官も問答無用で殺しまくった。めっちゃ強くなってる。警察官が発砲した弾が体を傷つけたりもしたが、痛みなんて感じもしなかった。めっちゃ強くなってる。無残の死に方をした警察官は見てて面白かった。ああ、なんで俺はこんな楽しいことに気づくことができなかったんだろう。今とてもいい気分だ。そう思いながら俺は死体を持ち帰り、その中の人肉をあいつに与えた。すげえ、密集してる人間たち全員殺して勝った。勝った。数日後、めっちゃ強くなってるだろ。俺は完全な殺人鬼となり、あいつとも仲が深まった。今では血生臭さがいい匂いに変わり、人肉の感触がたまらなくてしょうがなかった。今日も大量だね。君の働きっぷりにはとても感謝してる。いつもありがとね。当たり前のことをしたまでだ。お前と共にこれからも過ごせることに俺も感謝しかないからな。俺はこれからもお前のためなら人は殺せる。むしろ殺させてほしいくらいだ。すっかり殺戮の虜になっちゃって。でもそんな君も僕は好きだよ。君のおかげで完璧な体へと成長を遂げることができたんだから。そうだね、そろそろ飛び立つか。お、ようやくか。たった数日でも長く感じたぞ。待たせてごめんね。でもこの日がやっと訪れたよ。それはそうと、これからどうすればいい？この一帯の区域は殺し尽くしたぞ。殺し尽くした。そうなんだ。じゃあもうここには用がないね。そうだね、せっかくだから世界中の人間どもを皆殺しにしちゃおうか。食べるもんなくなるよ。お、なかなか上を目指すんだな。だってここだけじゃ物足りないでしょ。僕もこの機会に世界中の人間どもをむさぼり尽くして、誰にも止められない強力な力を手にしてみたいと思ってね。そこから先どうすんのよ。なら俺はお前のために全力で人殺しまくってやらないとな。あは、でも無理はしないでね。何かあった時はいつでも力を貸してあげるからね。それはありがたい。その時はよろしく頼む。うん、そうと決まれば今すぐここから立ち去らないとね。ふふ、これからが楽しみだな。ふふふ、あはははは。狂気の始まり、いや狂気の終わりだよ。もうこれ始まり切ったよ。
じゃあ飴玉あげる、ビーフジャーキーなんてあげるからこうなるんだ。飴玉くらいか。飴玉でも許してくれるかな。まだ何も食べてないだろ。飴玉くらいしかあげられないが、これでいいか。甘いものでもね。何も言わずそのまま受け取って舐め始めたな。味も甘いやつだし文句は言われないかな。ハッカーじゃなくてよかった。これ甘い。そう言って笑顔を見せながら舐め続け、数分後には飴玉を舐め切っていた。いい子になってくれ。数日後、ああ何とも言えない。結構外見が変わってきた。変わってきたんだが、飴玉をあげていこう。肉や野菜などを与えても食べてくれなくなってしまった。肉あげようとしたんだ、危な。何度か腹減らないのかって聞いたりもしたんだが、全然って返されるばかり。でもきっと我慢してるに違いない。このまま何も与えないでいると確実に死んでしまう。もう一回質問も変えながら聞いてみよう。なあ、さすがに腹減ってるだろ。何も食べないわけにもいかないから何か口にしよう。何が食べたい？少し間が空いてその後に返事が来た。甘いもの欲しい。甘いものか。なんとなく予想はしていたがこうなるか。やっぱり飴玉をあげた影響によるものなのか。なんかちょっと薬物みたいな扱いになってない？飴玉何があったかな。じゃあアイス、お菓子、アイスあげようか。昨日買ってきたアイスはどうだろう。冷たくて甘いアイスなら喜んでくれるだろうか。少し溶けきってるけど、なんとか口にはしてくれたようだ。溶けきってしまう前に食べきれるかな。数分後、よかったよかった。お腹下しそうやな。ところどころ溶けきったアイスがこぼれてるが、アイスは食べきってくれたようだ。こぼれたところは後で拭くとして、アイス1本では足りないかもしれないから、もう1本あげるか。その前にもう1回だけ肉と野菜をあげてみよう。やめとけ肉は。一緒に水も与えてみたが、やっぱりどれも口にしないな。ここで食べるものも変わってしまうものだろうか。とりあえずアイスだけ与えておこう。この生活が続いて大丈夫なんだろうか、心配だな。数日後、ああダメだった。ダメだ。あまり腹が満たされなかった日が続いたばかりに元気がない。でも今でも肉や野菜、水を与えても一切口にしてくれない。だからアイスだけでもなんとか与え続けた。それでもやはり限界というものあった。このままだとこの子は死ぬ。でもどうすれば。死んだ方がええで。そういえばこの子について調べてたんだっけ。この子はどうやら人肉を主食とする魔物族らしく、肉を与えることで急成長し、視界に入った人間を貪り尽くすらしい。よく肉を与えたな、お前。それ調べておいて。ってことは助ける方法としては人肉を与える。でもそうすれば俺は確実に死を迎える。そもそも肉を食べなかったこの子が食べるかもわからない。でもこのまま死なせてしまうより、ここで試して助けることができるのであれば、迷ってる暇なんかない。俺はこの子を助ける。大丈夫か。ほら、お前主食の人肉だぞ。だぞじゃないよ。俺が死にかけてるからといって牛を目の前に持ってこられてもよ。お前は人肉を食べて生きていく魔物なんだろ。なら食べてくれ。お前が生きれるなら俺は別に食べられたって構わない。覚悟がすごい。だから頼む、食べてくれ。正直俺の命なんてどうでもよかった。なんでそんなに愛着が。今思うと俺の人生なんてあまりいいものではなかったし、せめて人生を終えるにはこういった形で終わらせてもいいかもしれない。そこから数分がかかった。この子は少しだけ目を開き、願いを聞いてくれたのか。俺の腕をかじった。痛かった。そんなのは分かっていた。めちゃくちゃ痛いだろ。でも嬉しかった。ここ数日肉も野菜も食べなかったこの子が俺の腕をかじって肉を食べてくれた。その後も少しずつ噛まれては引きちぎられ、食べられるのを繰り返しだった。俺は後悔していない。このまま死んでいくさ。なんでそんな。最後に聞いた言葉はごめんなさいだった。ああ、犠牲。いや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 、な、洗脳されてるだろ俺絶対。寄生虫とか乗っ取られてる思考だった今。じゃあお菓子あげるわ、アイスじゃなくて。甘いお菓子はどうだろう。甘いお菓子はまあ持ってたから、これで様子を見よう。とりあえずペロペロキャンディーを与えてみた。美味しそうな顔をしながら少しずつ舐めてる。これで少しでも満足してくれたらいい。あれ、もう舐め終わったのか。もっと欲しい。え、もっと欲しい。他にあったっけ。あった。これでいいか。あ、よかったよかった。たまたま近所の人にもらったマカロンがあったから与えてみたが、なんでだろう。良くない展開が起きるような気がしてならない。まあ良い展開が起こるはずないもんな、もう。大丈夫だよな、小さい子だし。もう欲しいとかなんて言わないはず。言うだろう。もっと欲しい。うん、知ってた。てか早すぎるんだよ。与えてまだ数秒しか経ってないぞ。どんだけ食欲あるんだよ、怖いだわ。もう甘いお菓子関係なしに甘くないお菓子も与えてやる。おせんべいとか。甘くない、逆にしょっぱいお菓子与えてみたぞ。一応袋に手を入れてみている。一応袋に手を入れてはいるみたいだが。あ、気に入ってる。普通に食べたな。別に甘いお菓子じゃなくてもよかったのか。まあそれはそれで助かった部分はあるが、問題はこれで止まってくれれば嬉しいって話なんだよな。あんまり期待しない方がいいかな。はは。
数日後、うわめっちゃ食ってる、でも一番マシかも。勘弁してくれ、ここ最近お菓子の要求が尋常じゃない。お菓子にハマってしまったせいで毎日朝昼晩お菓子ばかり欲しがるもんだから、俺の金がどんどん吹っ飛んでく。一応調べたんだよこの子についてな。この子は人肉をね。でこっからなんだが、一度食べたものに執着を持つとそればかりを求めてくる習性があるらしく、その影響で生活費が保てなくなり餓死した人もいなくはなかったとか、なんとか。前もこいつ飼ってたやついるんだな。俺今これだよな。一回だけ与えたお菓子に手を出そうとしたんだが、めっちゃダメダメ言われて取り上げることはできなかったんだよな。しつけがなってない。いや、強引に行けって思うやつがいるかもしれないけどさ、一回この子の攻撃を食らってみろ。見た目以上に力があって、大人の俺でも簡単にその場に倒れてしまうほどなんだぞ。下手に怒らせれば無事じゃ済まない。なら下手に手出ししない方がいいに決まってるさ。ああ、もし書かれてる通りだったら、俺いつか死ぬんかな。頼む、もうこれ以上お菓子を要求しないでくれ。執着の恐ろしさ。いや、ちょっとコメディチックなエンディング。もうゴリゴリだとほほ。はい、ということで、黒い子でございました。皆様も拾った生き物を育てるのはやめましょうね。何かも分かんない生き物を育てたらろくなことにはならない。ちゃんと調べを進めて、育てる前にちゃんと調べて、育てられるかどうか考えてから育てましょう。はい、命大事。さよなら、バイバイ。